61回目です。課題本は、人生の意味の心理学上です。アドラー本になります。アドラー本は今回で、5冊目です。もっと読んでるのかと思ったんですけども、多分小倉塾長の本とか嫌われる勇気とかそっちの方で読んでるから、まあ、もっと読んでるかなと思いましたけど、実際人間塾としては5冊目とか。5冊もすごいね。で、本日のお題ですけども、人間塾60回目で初めてなんですけども、早期回想、公開カウンセリングということになります。前に、お悩み相談とか、やったことがございますけども、今日は初めてのことです。ちょっとどういうふうになるのかちょっとわからないんですけども、早期回想で、して、小倉塾長が、カウンセリングをしていると。どういう形にちょっとあとでその前に私の方からちょっと余裕が少ないんで、小倉塾長の方に後で、始まる前に説明していただきたいとは思います。本の中には、なんですか、他人の目で見て他人の耳で聞くというようなことも書かれてました。何かできればそういう回想してほしい、カウンセリングしてほしいという方がもしいらっしゃいましたら手を挙げていただきたいなと、皆さんで学ぶ機会を作っていただきたいと思います。よろしくお願いします。